どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。2015年第1本目の動画でございます。はい、今回紹介する編成はですね、なんとペッカウィズ、ペッカの HP を利用してですね、そのゴーレム的な役割をペッカに担わせて、後ろからウィザードでどんどんこう押していくという感じですね。早速見ていきましょう。はい、まず編成を見ていきますと、もうペッカが4体、レベル3ですね。そしてウィザードが17体、そしてヒーリングが3つ。やっぱりですね、ペッカは結構集中砲火をやっぱり受けてしまうので、ゴーレム的なその耐久力があるわけではないので、やはりここは、ヒーリングで耐久させるという感じですね。そしてガーゴイルがまあ何つか入ってますね。まあ早速見ていきましょう。援軍には何が入って、さあもうペッカをですね、ここにもう1、2と。さあそしてウィザードで、サイドカットをしていくという感じですね。このペッカ2体はサイドカットかつ、まあ、あわよくば真ん中に侵入してくれたらなっていうぐらいのペッカでしょうね。さあそしてクローバルと、援軍でウィズが出てきました。ここでヒーリングを一発打ちましたね。ここでも2発。まあ、ここが、まあそうですね、ヒーリングってとこが、まあ、いいんでしょうね。この配置を攻めるにあたって。まあ、このですね、まあ見てもらえば分かる通り、クリスタル2のリーグなんですよね。なので、うん、そこまでその、なんていうんでしょうね、ネタで攻めてるというよりは、ちゃんとトロ上げを目的として攻めているので、この方は、うん、ちゃんとそのペッカウィズを普通の攻めとして認識して攻めているという感じなので、うん、非常にいいと思いますね。さあ、ここでタウンホールを破壊して、46% ということになりました。この方、ちょっとまだヒーローが不在ということで、ヒーローが、まあ、生きていたら、まあ、そうですね、相当な、パーセントは結構削れるかなと思います。そしてまた、あ、ここでガーゴイルが役立つんですね。さあ、どこに出してくるんでしょうか。ガーゴイルですよ。あ、さあ、出した。おー、なるほど。あー、なるほどね。でも、アーチャータワーがやっぱり嫌ですね、これは。さて、結構流す。ん?これはどうするんだ、これは。どうするんだ、これは。おーっと、流し込みました。さあ、ここで資源をどんどん、お、早いですね。取りに行って、48%。そして、50% 取ることができましたね。いや、素晴らしいですね、この編成は確実に。はい。ペッカウィズ。皆さんもぜひ、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。